アフガニスタン警察の隊員。ボディアーマーとヘルメットを着用し、AMD-65 自動小銃を装備している。アフガニスタンの警察は、アフガニスタンイスラム共和国の警察のこと。アフガニスタンの治安軍の一部を形成する。アフガニスタンの警察は、内務省に所属し、以下の組織で構成される。総兵力は11万8000人である。アフガン国家警察は、 パトロールや警備、犯罪捜査を担当しており、2014年の時点で16万の警察官を有している。また、スワットに相当する特殊部隊として、危機対応部隊を保有する。アフガン地方警察は、都市部以外の村の治安を守るための組織である。2010年8月に設立された。警察官は、村の長老と連合軍の協議により任命される。 2015年現在、34州中29州の155軍に展開し、1320カ所の検問所に配置されている。2020年9月、ガニー大統領はアフガン地方警察を廃止した。アフガン地方警察は、地元実力者の関係者が採用されるなど、汚職警官が多く、すぐ退職してしまうという問題があった。 2万3000人の警察官のうち3分の2は、アフガン国家警察やアフガニスタン国陸軍、地域隊に移動し、3分の1は解雇する予定である。アフガン国境警察は5 5 2 9トルものアフガニスタン国境を警備している。大きく6つの区域に分かれて警備を行っており、2万3000人の警察官が任務に当たっている。 内務省の治安担当副大臣のもとに、警察特殊部隊総司令部があり、司令部に以下の組織が所属する。アフガン公衆保護隊は、国営の民間軍事会社である。2010年に国内で活動していた民間軍事会社を解散させて国営化した。アフガン公衆保護隊は、アメリカ合衆国国際開発庁やデベロップメント、 アルターナティブスインコーポレーテッド社などに敬語サービスを提供している。アフガン公衆保護隊はアフガン国家警察の体制が整うまでの暫定的な組織であり、いずれは廃止される予定である。アフガニスタンの警察は2015年現在以下の装備を保有している。また2015年、アメリカ合衆国はアフガニスタンの警察2600台の 走行強化型ハンビーや15万7000兆の M16 自動小銃を支給した。ありがとうございます。